これで俺は一人だ。どうした？まさかもう諦めたわけじゃないだろうな。あれ式のことでお前たちのつながりは切れるものだったか。違うだろう。俺とオビトがそうだったように、お前とサスケのつながりもそう簡単に切れるものじゃないはずだ。思い出せ。お前は俺とカカシを再びつなげてくれただけではない。かたくなだった俺の心を、いや、これまで多くの者の心をお前は溶かしてきたはずだ。敵対していた者を、憎しみに包まれた者、他里を拒んでいた者も、痛みを抱えていた者もだ。あの美獣すらも、そして世界のわだかまりすら、お前は溶かしてきたんだ。怪我はねえかよ、ビビリ君。お前は弱い。よう、うすらトンカチ。友達だ。仲間一人救えねえやつ、ほかげになんてなれるかよ。これで最後だ。あいつにとってお前の命は里よりも重かったのだ。我々は木の葉を潰す。俺はお前をずっと愛している。頑固な友を助けることなどお前なら造作もない。そうだろう。なに、大丈夫だ。お前の背には多くの意志が集まっている。師や兄弟子、そしてこれまでに作ったつながり、仲間たちの意志が、力が足りないのなら皆の手を借りればいい。それがナルト、お前の作り出した力なんだからな。お前の心はまだ死んではおらぬ。自ら闇に沈もうとするのなら、その手で無理やり引きずり出してやれ。手を振りほどくのなら、その叫びで目を覚まさせよ。届かない思いなんて絶対にない。みんな信じてるよ、ナルト君は。不可能を可能にできるとな。だからさ、ナルト。こんなとこで休んでんじゃねえよ。もっとカッコ悪くもがいてみせろ。それが僕たちの知ってる渦巻きナルトだよ。つながりは消えぬ。ならば拳を固め、再び立ち上がるんだ。目に炎を灯せ。おたけびをあげろ。さあ、サスケくんが待ってる。行ってこい、ナルト。てめえのために、先のために、友のために、前へ。ふわー
ナルト…まだだ…まだ…行かせねえよ、サスケ。なんでだよ。何度も、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 何度も。なんで、お前は、何なんだよ、お前は、お前は一体、何なんだ。友達だ。だからお前を、一人になんかしねえって言ってんだ。てめえはこんなになってもまだそれを言うのかよ。もう分かったはずだ。俺はそっちに戻る気は。俺が諦める気がないのも分かってるはずだ。もうお前に何を言われてもこの意志は変わらねえよ。俺はお前に手を伸ばし続けてやるんだ。最後まで、届くまでな。俺の意志も変わらない。俺はお前を切る。これまでの道を終わらせるために。俺はお前を諦めねえ。これまでの道をずっとつなげておくために。お互いもう残された力は少ない。そう、これが本当に最後だ。お前、まだこんなもん。これを返す。お前との本当の勝負まで取っておいてやるよ。だが、お前のようにはなかなかできるものじゃない。そう簡単にはいかないだろう。それは祈りにも似た思いだ。それでもそれができるまで耐え忍んでいく。その様を任された者たち、それが俺たち。ナルト、忍者なのかもな。